代表の今井俊介君にインタビューしていこうと思います。あ、どうも。疲れてますね。はい。理系大学生ということで、はい、多分理系すごい男子多いと思うんですけど、うん、結構見る感じ女子多いんですよね。え、これなぜか分かりますか？聞いてもいいですか？これちょっと秘訣があって、はい、うち今年新入生が62人入ったんですよ。すごい。で、あの、なぜか女子が多いんですよ。なんか女子は理科大行って男子多いのに。でもなんでこれ多いかっていうと、代表の顔がいいからなんですよね。はい、そんな理科大学なんですけども、やっぱり部内恋愛は盛んなんですか？まあそうですね。いや、一旦じゃあちょっとカップル手挙げて。あー、いや全然おらんやないかい。隠れてますね。あ、隠れてますね。はい、そんな理科大学さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。東京理科大学よさこいソーラン部です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。行くぞ理科大、また吉を踊る。そりゃ思いは馳せるわ、天津空。今のは練習。次はよろしくお願いします。よろしくお願いします。行くぞ理科大、若き血は踊る。そりゃはっ、思いを馳せるは天津空。さなめを超えた歌となる。叫んでも叫んでも決して届かないこの思い。暴力や戦争や残酷な波だって流れるんだよって教えてくれた。暴動の先に希望はあるのか。たとえ届かなくても歌い続ける。この波に乗ってあなたを包むように。歌え歌え、海の底で歌え。消せない夢も止まれない夢も誰かのために。Yes!
の空、ひとりひとり魂解き放つ。